試験最終日遅刻なんて絶対できっこねえ。平助君寝坊するからでしょ。寝れなかったんだから仕方ねえだろ。っていうかもっと早く呼びに来てくれよ。そんな、どうせゲームだってしてたんでしょ。そうよ、バカバカってもうね。よろしくお願いします。はい。どうしたの。なんでもねえって。ちょっと、平助くん急げよ。待って。早く春画ってやつですか。いや、わかんない。すごいな。いや、これはあれですよ。来たら、現場に来たら、こう置かれてたんですか。僕がどうこうしたわけじゃないの。それはアシカルズ、やっぱスタッフが期待してるってことじゃないですか。それを使って何か。なのでちょっと探ってみたんですけど、段取りの時に一切なかったっすね、使いどころ。いけるかなと思ったのは、ソメちゃんがこう来て練習してる時にこうしてようかなと思ったぐらい。でもね、明らかに違う。顧問の俺が許可してねえぞ。すいません。どういう強いだ。俺違う、俺もちろん明らかに学内の風紀が乱れ、それ上上げ。あんたたちはこの状況を放っておくのか。いや、ね、こっち側にひねる。逆。何？はい。反省。ごめんね。こっちに回転してもらって。やってて。はいはい。様子がおかしいぞ。で、ごめんなさい。その白いホワイトボードの文字。多分反省してるでしょ。男性してる時、アヒル口斉藤なりの反応。ちょっと本当にやってたじゃん、テストダメだよ。ダメ、ダメじゃん。はいはい。それいいな。私はそこの、自分の今の前のところの電気ちょっとひねるか。結構シュールだよ。中身をぶすな。はい、どうもおー、いいお待たせ、お待たせ。それだけやろ。それだけかよ。何にも邪魔しません。日焼け、お揃いの胸元チラリ、お揃いの日焼け、チラリ胸元。風間今着替えてます。ちょっとごめん、めっちゃ邪魔すんなって。やめろ、伊藤さんいるんだ。サミーン、気をつけてね。高いところ大丈夫な人。高いところ大丈夫じゃない人。本当。ちょっと勇気振り絞って、危なくないように、あの高いところ改善するからさ。はい、よいしょ。やっちゃえ。